市大沢カマラナにある岩手女子高校では、今日午前、全校集会の最中やその後に、生徒が相次いで頭痛や吐き気など熱中症とみられる症状を訴え、合わせて11人が病院に搬送されました。また、福島県の福島第一原子力発電所では、作業をしていた50代の男性も熱中症と疑われ病院に搬送されたということです。じゃあ大丈夫か。おい。グロッキーだな。おい。暑いか。暑い。うん？暑いか。また地域によってはこの後大気の状態が不安定になるところがある見込みで、気象台は落雷や雹、竜巻などの激しい突風、それに急な強い雨に